Thank you.
くないじゃん。本当にボールしか見てない。相手を見るならボールしか見てないって。テニスをするから周りの方向が良くない。周りの方向が良くない。早く負けないと言ってよ。これぐらいやったらこれぐらいの結果にしかなかった。でももっと強い人になればこれからプラザーを出していくから勝てるよ。結局この前の人になって最低限のこれぐらいの勝負とか出るんだけど、やれてないからないよ。別に特別ナイスシュートとかとにかく頑張って頑張って頑張ったら失敗できないけど、相手がミスしてくれてこっちがポイントを取れて、頑張って無理に行く必要ないっていうか、別に頑張ってシュートが1本決まれるだけなので、打球力があってスピードがあってっていうところだったら、どんどん打ち上げたいっていうのが進めるでも、今の時だけで違うんですね。シュートで打ってくれるうまく展開をしていって相手を打ち上げて、チャンスをしたボールだったり、相手が打ち上げたりなのに、頑張ってその前に中のチャンスボールをしっかり、その中で白ボールを打つために見せるためにシュートチャンスボールをシュートじゃなくて、その前の試合はシュートシュートで止めるボールを打てる、それをしっかり自分の中で決めて自分のスタイルをして貫いていくことを見せると成長する日本って何言ったら、いや球回しが上手くて、たまにシュート打たれるコースが嫌なんだよねって言われるような人にならなきゃいけない。それを伸ばして練習しない。それは、美味しいところを持っていけるポイントで、ビビるんじゃなくて、お前の中のああいうところでも、思い切っていける、そういうところがなきゃいけないはずなので、ちょっと上手くね、最後のマッチポイントを取った時にショートがパッとショートして前に行っちゃったかもしれないけど、行っちゃったけど前に進まれるのが最後に Thank you.
Thank you.